花、なんでここに？うちもおるで。最近はうちでも赤目さんから蒼天堀の情報を仕入れてましてね。彼女は大したものです。この町一帯に目と耳を張り巡らせている。すると今日、死んだはずの西谷らしき人物が目撃されたと。ほんのついさっきな。それで余計なお世話かとも思いつつ様子を見に来たんです。手ぶらじゃなんなのでリムジンをお持ちしました。近江の若頭を乗せるならこれくらいのグレードでないと。スーツの替えもあるで、上流。あんた血まみれやんか。えらい気の利く味方がおるんやな。俺も驚いてるよ。親父の着替えもここにありますぜ。どうやら腹痛い言うて休んどる暇はなさそうやな。ああ、言ってなかったか。ここからが本番なんだぜ。分かっとるわ。ちょっとしみるかもしれんけど、見た目だけでも傷隠さな。これから近江を解散しよういうのにカッコつかへんやろ。自分とこの飼い犬にめっちゃ噛まれてましたって。痛いとこついてくんな、姉ちゃん。返す言葉もあらへんわ。お腹は血止めただけやからな。せいぜい動かんようにしとき。くそ、行った。あなたは休んでいるしかなさそうですね、鶴野さん。歩くのも辛いようではどうしようもないでしょう。アホ抜かせ。親父は腹まで刺されとるんやで。それに今日のために準備重ねてきたんはこの俺や。これからって時に外されてたまるかい。まったく、なんでそこまで上のために体を張れるのか。極道というのは気が知れません。こいつは今時珍しいタイプだがな。それより西谷はどうする？ご心配なく、すぐ大道寺の者が回収に来ます。我々はぼちぼちここを出るとしましょう。みんなお待ちどうさ。私さんの傷隠しメイク完了や。もう近江の本部いてえよ。うちはここでお見送りや。お、上流、何？あんたに初めて会った時はここまで世話になると思ってなかった。ありがとな、赤目。改めて礼を言う。なんや、そんなもんこれきり最後のお別れみたいやんか。そうだな、少し固く言いすぎた。戻ったらまた上流に仕事用意しとくさかい。そん時はしっかり頼むで。ああ。これでやっと最初の予定に戻ったな。いや、そうでもない。味方に勘定しとった獅子道が消えて、わしは腹に刺し傷抱えとる。するのも足を負傷中や。その代わりにリムジンをご用意したじゃないですか。近江の若頭が泣き言ばかりでは困りますね。おいおい、お前もう黙っとれ。今のは一言余計どころの話じゃないで。こっちはガタキドンのメイクで隠してる身や。しかも本部ついたら精一杯強がらなあかん。今だけ多めに見てくれや。それがお望みとあらば。花は、近江の本部まであとどのくらいだ？10分もあれば着きます。つまり15分後には近江連合と東上会の解散が宣言される。どこ吹っ飛ばすかもわからん爆弾に火つけるっちゅうわけや。ああ、あんたは大層の役を買って出たもんだ。極道って歴史に引導を渡そうってんだからな。だがこれはあんたにしかできねえ。解散宣言の書状ってのがあるのか。
うん、ちゃんと用意してある。まるで遺言でも書いとる気分になった。確かに似たようなもんかもな。鬼が出るか蛇が出るか、まあ最悪に備えとったら間違いないやろ。さすがに本家若頭の出迎えともなると壮観ですね。この人たちに向かって組は今日で解散というわけですか。もう黙っといてくれ。渡瀬、傷はどうだ。今人生で一番の痛みや。顔が引きつらんようこらえとる。お前は俺が守りきってみせる。誰にも指一本触れさせやしねえ。おいやめや。惚れてまうやろ。頭、よくお戻りで。お疲れ様でした。私はここまでです。無事終わることをお祈りしています。いろいろあったけど世話になったな、花輪さん。上流、あなたはこの先も大道寺のために働いていただきます。必ず生きて戻るように。ああ、わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世記には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては現会長および組若頭渡瀬勝の連名により本日をもって関西近江連合を解散いたします。う、嘘やろ。大阪府警本部長殿。どないなってますんや頭。何をとるんや。東条会六代目堂島大吾だ。東条会？なんでそんなんがここに。頃合いだ。ですね。東条会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ。なわけあるかいボギー。それ渡せ、この裏切り者か。西島、今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になんのは誰なんや。真島の兄さん。
わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊れらも極道やったら力ずくで止めてみろ。なるほど、そういうことやったんですが、荒川は。あいつが荒川真澄だな。そうです。来ないな喧嘩、一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな。おもろないわな。お前も裏切るんか剣道。味方になると頼もしいね。なんや、おもろいことになってきましたな。で、今天道の横におるもじゃもじゃが昨夜話した春日です。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。血がたぎるってもんじゃねえか。始まりますぜ。ああ、狙われんのは渡瀬と大吾だ。誰も近づけさせない。クソが、いい加減にさらせ。渡瀬やべ。渡瀬、なんだ。やっぱり生きとったか。帰ってきよったな、道島の龍が。あんたが見つけたのか、あの人。あの人？ふっ、何を言うとるんや。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねが美味しいとこ持っていけやがる。くっそー、マジか。キリオさん一人だけカッコつけすぎや。よっしゃ、おかわりといこうか。まだまだ食い足りねえぞ、こら！
ここを通してやるわけにはいかねえ。どうしてもってんなら、この俺が相手になる。もっと来いや。ああ、おら、全部か。やったぜ。キリュウさん、気悪うすんなや。堂島さん、わしのその用心棒はあんたらに呼ばれる名前を持っとらん。よう似た知り合いがおるかもしれんけど、別人や。いや、しかし用心棒の派遣元は大道なんたらいうお寺さんやったな。これ以上は察してくれや。わかりました。さあ、ここはもうええ、行きましょう。俺がご案内します。じゃあな、春日、一つ借りとくぜ。